山田さらおはようございます。誰が呼んだか、心やさしきパンクロッカー山田バサラです。今日はですね、バサラ的には非常に禁断の実というか、禁断の果実というかですね、三振を弾いてみようと思います。そして、まず初めにお断りしておきたいのはですね、僕はギター、アコースティックギターはですね、まあ皆さんよりね、ちょっと弾けるかもしれませんが、 三振に関してはですね、もうど素人。ね、もしかしたら皆さんより一番弾けないかもしれませんので、これは教則ビデオとかですね、なんかこう三振を教える動画ではございません。まあ、こんな感じでですね、全く弾けない人間がもですね、バサラ流でこんな感じで弾いてますよ。バサラ流三振足火みたいな感じですので、まあそこの辺ご了承いただいてですね、おそらく持ち方とか弾き方、まああの、専門家からしたら、これ、 ならンサーっていうのがたくさんあるかもしれませんがまずは一緒に遊んでみましょうというコーナーですのでご了承くださいそしてこの三振ですけれどもこれはですね僕が今日ネットで調べたところ情報によりますと2015年の7月に写真が残っておりましたので今から6年前に那覇の平和通りで購入した1万円の三振でございます とっても三振にしちゃ安い三振なんですが、えー、僕はとっても大好きです大好きと言いながら5年間触れてな,触れてなかったですからね <laughs> そしてこのバサラ三振のですね真骨頂はこの天と呼ばれる部分にですねはいバサラステッカーがですねデザインがステッカーが貼られておりましてこれはもう今はもうソールドアウトになったステッカーでございましてこれいいですねこれがバサラ流三振の 新骨頂でございます、えー、そしてまず皆さんに紹介しないといけないのはこれ楽譜ですねくんくんーというんですけれどもこれねあの中を見るととってもなんか難しそうなんですよいろんな漢字がですね、えー、工,工場の向とかね数字の4とかね、えー、老人の老とかねそういうのが並んでましてとってもね中国語みたいな感じで難しいんですけれども皆さん恐れることはありませんこれはですね 押さえるポジションでございまして僕の三心は押さえるポジションがちゃんとこうやってもう漢字並んでおりますのでここを押さえるだけですではまずは皆さんに皆さんも馴染みのあるメロディチューリップを弾いてみたいと思います、えー、そしてこのチューリップですね、えー、大事なことは堂々と弾くことです あの、なんか、うまく弾けるかなとか、心配はありますけれども、顔では、もう堂々と弾くとですね、なんか、こいつ、達人じゃないかみたいな感じになりますので、バサラ硫酸芯の弾き方はですね、男なら顔で弾け、女でも顔で弾け、ね、犬でも猫でも顔で弾けということでございますので、ではまず、えー、そこら辺頭に入れて僕も、じゃあ、失敗も恐れず、チューリップを弾きます。 バサラ流三振顔で引け。 失敗しても気にしない。これがバサラ流三心でございます。では皆さん、これからですね、たまに引いていきますので、えー、ノークレームでお願いします。サラバンジー。